中部国際空港から福岡行き、スターフライヤーの飛行機に乗ってみた羊のハッピーです。はい、あえなくね、アナビンがというよりオリエンタルエアブリッジが欠航しました。そして、宿泊した後、中部国際空港のカウンターに向かいます。プレミアムチェックインに行けます。羊のハッピーはなんとスーパーフライヤーズ会員、SFC 会員ですね。はい、チェックインの後、ラウンジもちょっと覗いてみます。珍しいアナと JAL のね、共同のラウンジです。共同のラウンジ。はい、そして真っ黒な機体のね、スターフライヤーの登場です。ここからスターフライヤーの飛行機。チケットはね、アナ便で取ってます。ね、オリエンタルエアブリッジもアナ便で取りました。結果としてね、アナ便ですけど、運行はスターフライヤーということで、真っ黒なシートに収まりました。ここから出発です。スターフライヤーマンとかいうねキャラクターによる、安全の説明が始まります。なかなかかっこいい演出をね、心がけていますね。スターフライヤーはね、真っ黒な機体にスターフライヤーマンが登場です。ご登場ありがとうございます。本日は空の安全と皆様をお守りするため参りました。私スターフライヤーマン、また空の守護神として皆様に安心して空の旅を楽しんでいただく機内の空のルールについての話をしましょう。はい、爆睡していたら福岡空港に到着しました。定刻の到着10時40分でした。はい、福岡天神は大渋滞でした。はい、ご視聴ありがとうございました。